質疑を行います中西健二君自由民主党の中西健二です予算委員会では久々の質問となりますどうぞよろしくお願いいたします質問に早速入らせていただきますまず第一に何といっても深刻化している新型コロナウイルスについて伺いたいと思います昨晩 who が緊急事態宣言を出しました 我が国はこの緊急事態宣言を待つまでもなく、えと市で感染症に指定をするというようなことを行っておりますけれども、この緊急事態宣言を受けて、各国の対策も強化されるんだろうというふうに思います。我が国の対策強化について、お伺いできればと思います安倍内閣総理大臣、新型コロナウイルスによる感染状況について、我が国においては、昨日までに、 武漢滞在歴がない患者が2名報告されたところでありその方々を含め12名の患者が確認されていますが今のところいずれの方も症状は安定または回復しておりますまた1月29日に帰国された方206名のうち3名の方がウイルス検査の結果陽性だったことが確認されておりこれらの方については現在 専門の医療療機関でで入院治療を受けてていいいただいているところでありますまた本日、新型コロナウイルスに関連した感染症について、WHO が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、フェイクを宣言しました。政府としては、本日昼、私を本部長とし、全閣僚メンバーとする対策本部を開催し、私から今月28日に、 新型コロナウイルスに関する感染症を感染症法上の指定感染症に指定し、当初2月7日から施行予定だったところ、フェイク宣言を受けて、これを短縮し、2月1日より施行することとしました。これにより、我が国に入国しようとする者が感染者である場合には、入国を拒否することになりますが、感染が確認できない場合であっても、 入国管理を強化すべく、その運用について速やかに検討することなどについて、関係省庁が連携して万全の対応を行うよう指示を行ったところであります。また、湖北省を除く中国全土に対する感染症危機情報を不要不急の渡航の自粛を求めるレベル2に引き上げることとしました。武漢の在留邦人の方々の帰国のためのチャーター機を派遣し、 二十九日には二百六名、三十日には二百十名が帰国されています。また本日には百四十九名の方が帰国されました。帰国された方々についてはウイルス検査の実施も含め、お一人お一人の健康状態をしっかりと確認させていただいています。政府としては引き続き対策本部を中心に情勢変化を踏まえながら、何よりも国民の健康と命と健康を守ることを最優先に。 やるべき対策を躊躇なく決断し実行していく決意であります。中西健二君、はい、ありがとうございます。感染症対策はまさにまあ危機管理であります。 危機管理は選定を打つことが慣用でありますしかつま対策はいくら準備してもやりすぎるということにはならないということだと思いますので引き続き早めにかつ周到に対策を実施していただきたいと思いますその中で水際対策検査体制の強化というのも大変重要なんですけれども国民の大きな関心は 自分や自分の家族が感染することがあるのかということではないかと思いますそんな点ではどのような人が感染しやすいのか免疫が弱っている人が多いのか高齢者はどうなのか子どもはどうなのかどうすれば感染しづらくなるのか効果的な予防策は何か また万が一感染した場合には有効な治療法あるのかこうしたことが大きな関心事だろうというふうに思いますワクチンですとかこの治療法ですとかそうしたことを知見を集めて開発していくということが必要になるかと思いますが今後どのように取り組んでいかれるかご方針をお伺いしたいと思います大臣この後詳しくは厚労大臣から答弁をさせますが今まさに委員がおっしゃったようにです、ね、文字体について我々もしっかりと情報を発信しながら 国民の皆にににも事態対対ししししてて的確に正しくく応いいいただだここととが望ままんだろうう思います感染症にかかる情報提供、周知については、国民の皆様に対し、感染症に関する基本的な知識やその発生状況、感染症の予防策や治療法などを分かりやすく提供していくことが重要であります。そして今回のような事態が発生した際には、省庁の垣根を越えて、あらゆる手段を用いて、 情報の集約、分析を迅速に行い、国民の皆様に的確に提供するとともに、何よりも国民の命と健康を守ることを最優先に、やるべき対策を躊躇なく決断し、実行していくことが政府としての基本方針でございます加藤厚生労働大臣あの。今回のウイルスに対する分析、あるいはその感染の状況、さらには治療方法等々については、あの 日本では国立感染症研究所、また国立国際医療研究センター、こういったところを中心に、またそれぞれの各国でもいろんな今、分析をしておりますから、そういう情報も収集しながら、適宜やらせていただいているところでありますし。 まあそこで出てきた知見は、すね我々の、例えば今、サーベイランスというのをやらせていただいておりますけれども、それをどういうふうにやって、どう絞り込んでやるのか、どこまで拡大するのか、こういったことにも結びつけていきたいと思っております。また、まさに国民の皆さんに対する周知というのは非常に大事でありますし、また現在、いろんなウェブ上で,ですねデマも飛び交わっておりますので、やっぱりそれに対しては的確に適切な情報を我々が提供していかなきゃいけない。そういういい意味において今あの ホームページ、Q、Q&A、それからコールセンターも立ち上げたんですが、ちょっと最初の初動が、本数が少なくて、今、急きょ拡大をさせていただいておりますけれども、まあ、そういったことをさせていただきながらです、ね、国民の皆さんの対して的確な情報がいくように、そしてそれを通じて、過度な不安やです、ね、ご懸念が生じないようにしていきたいと思っていましぜひお願いいたします。 この新型コロナウイルスが経済や金融市場にどのような影響を与えるのか、これは今、すべてが現在進行中ですので、長期的なインパクトなどは今、図ることはできないということだと思いますが、現時点で分かっていること、これは中国,の中国人観光客が観光を取りやめて、キャンセルをしているということであります。 旅館やホテルバスタクシーなどあの観光業界を支えている会社の大半はあの地場の中小規模の企業であります極端な需要の落ち込みには体制が強くない まあ体制が弱いと言ってもいいと思います。あの資金繰りが厳しくなるのは自明だと思います。神奈川県の箱根は昨年の台風19号でも大きな被害を受けました。そして今回もキャンセルが相次いでおります。観光業の資金繰りに関して何らかの支援策を講じてもらえないでしょうか。総財務大臣。今まだ途中でありますからあのいい加減な話は言えないところですけれども。 この新型コロナウイルスの感染症についてこれは感染拡大のさらなる防止というのは先ほど総理並びに厚生大臣の方から申し上げたとおりですけれども金融庁として今言われたようなことでいきますと平成21年でしたが新型インフルエンザって名前だったかなその時あの時にも似たような形になっていろんなことが起きたんですけれども事業者のいわゆる経営の継続に必要ないわゆる資金、まあ、いわゆる ストックじゃなくてフローの話ですけどもそういったような供給とかいわゆる既存の融資のとか返済なので条件変更してやるとか、まあ、ジャンプするとか、まあ、手形用語ばっかりですいませんけどそういったようなことをやらせていただいたのがあります,ありますんで今回ももうすでに例えば先ほどの話でしたけど奈良の公園っていった今頃中国人の観光客にはいっぱいなんですが今。 中国人の観光客もいなきゃ中国人の観光客がいたからというんで日本人の観光客も行かないこれ今奈良の公園で起きてるわっていう話が先ほど出てましたけれどもそういったような形になっているのは事実ですからそういった意味に対してむしろそういったところの業者に対してまあ小さな金融機関の方が逆に大丈夫っていう話を聞きに行くぐらいの営業戦争がないとこれからの地方の零細中小企 金融業者っていうのは難しくなんじゃないですかなと、私自身はそう思いますし、事実、そういったことをやっていってもらえるものだと思っております。中西,中西憲次君、はい あの、えー、大臣おっしゃられる通り、あの感染症の怖さというのは、あの病そのものの重篤さもさることながら、えー、非常に多くの市民が心理的打撃、特に見えない恐怖を味わうことで、まあ平穏に日常生活を送れなくなることであろうというふうに思います。えー、ぜひこの、えー、中小企業の資金繰りも含めて、えー、メグバスの方をお願いしたいと思います。えー、そしてこの状況、時事国国と変化しておりますけれども、あの12月昨年の12月に経済対策、えー、発表。 されました。え、その時に、まあ、海外発の経済のえ、経済の下振れリスクに対応するということが一つの眼目だったと思いますけれども、え、今回のこのコロナウイルス、え、これもえ、その時に予見し得なかった下振れリスクのえ、になるかもしれないということだと思います。あの国民の生活を守るために、あの、現時点において、あの財政支出、予備費の活用、え、こうしたことも検討できないでしょうか。安倍内閣総理大臣。 今般の新型コロナウイルス感染症への対応は、まずは感染の拡大防止、在留法人の方の帰国が最優先ではありますが、観光等への影響についても、よく見極めた上で、事態の進展に応じです、ね、必要があれば、予備費の使用も検討したいと思います中西幹事君、はい、あのどうぞ、検討よろしくお願いします。 この観光にも関係することなんですが、あの続きまして、キャッシュレス化の推進についてお伺いしたいと思います。昨年10月から、キャッシュレス化を推進するためのポイント還元事業が開始をされました。 キャッシュレス化は国民の利便性の向上、インバウンドの増加、生産性の向上や働き方改革に大きく寄与するものでありますので、私自身は大いに進めるべきだと考えておりますが、このポイント還元事業、導入する際には、政策目的が2つあると。 消費税増税時の増税にから前後の需要平準化対策とあとキャッシュレス化を推進するこの2つの目的があるということをもってさんざん批判をされました2棟を追うものは1棟も得ずだとか税率がたくさんあるようで分かりづらいと、まあ、こんなような批判を受けたわけでありますがこれも私自身は常々思っているのはあの1つの一つの えー、政策手段が二つの政策を目的を持つというのはいいことじゃないか結構なことじゃないかといつも思っております、えー、増税時のように短期的に痛み止めをしなきゃいけない時。 その痛み止めに使ったお金が長期的な成長につながる種をまくそうしたことができるのであればそれはなお良いことだというふうに思いますそういう政策こそ採用すべきであると考えておりますでこのポイント還元事業はそうなっているんだろうというふうに思いますあの経産省から直近のアンケート結果が発表されましたそれによりますと企業サイドからは業務の効率化や売上に効果ありという答えが大変多かった そして消費者サイドからもキャッシュレスを始めた、または支払いを増やしたとの回答が多くを占めてキャッシュレス化が進んでいるということが伺えますまた約半数の消費者が ポイント還元があるので増税前にまとめ買いをしなかったってこういうふうに答えているんですこれは狙い通り需要の平準化に寄与しているということではないかというふうに思いますさて、ね、このポイント還元事業が6月末で終了いたします経産省はこの キャッシュレスの比率40%まで2025年に引き上げたいというふうに目標を設定してますが、もともと20%ということですので、まだまだ努力が必要なんじゃないかと思いますが、6月末以降の、えーまあ、施策についてお伺いしたいと思います。梶山経済産業大臣 中西委員ご指摘のとおり、キャッシュレスの推進は消費者の利便性の向上、店舗の効率化、売上拡大、そしてデータの利活用の促進に資する重要な取り組みであります。2025年までにキャッシュレス決済比率4割程度にするとの目標を掲げて、普及を促進をしているところでもあります。 ポイント還元事業は消費税引き上げ対策として実施するもので、この点、本年は夏の、夏はオリンピック・パラリンピックによるキャッシュレス事業の拡大が見込まれることや、9月からはマイナポイント事業も開始されるということから、6月末に終了をする予定であります。もちろん予算事業の終了後も、キャッシュレス化を進める方針に変わりはございません。このため、まずは統一 QR コードの普及や、 マイナポイント事業の実施に合わせて端末導入支援等に取り組むことで、中小店舗のキャッシュレス化を促してまいりたいと考えております。さらに今回広まりましたキャッシュレス決済手段を用いて、自治体における公共料金等の支払いのキャッシュレス化を後押しすることで、全国つらでキャッシュレスを使える環境を整えてまいりたいと思います。委員御指摘ののとおり2018年この制度を ポイント還元制度を導入前の時点で、2割強の決済比率ということでありましたけれども、この取り組みも含めて、キャッシュレス決済比率4割の目標を達成をするために、最善の努力をしてまいりたいと考えております。中西憲次君 あの従来から言われていることでありますけれども、小売店がキャッシュレス決済を導入しない最大の理由は、加盟店手数料が高いからということであります。で今回の還元事業、ポイント還元事業を継続している間、この参加条件は3.25%上限。 ということでありますが、6月末以降、また上がってしまったのでは、元の目阿弥ということになります。そうならないようにするために、どのようにしていくのか、教えていただきたいと思いま梶山経済産業大臣。決済事業者に支払う手数料が、中小店舗にとって負担となって、キャッシュレス化が進まない要因の一つになっていることは承知をしております。手数料の引き下げは、日本でキャッシュレス化を進めるための大きな鍵の一つであると考えております。 このため、今回のポイント還元事業では、決済事業者には手数料を3.25%以下にとするとともに、事業終了後の手数料の取扱いを公表することを事業への参加の条件といたしました。この結果、決済事業者間で市場競争が働いて、本事業に参加している店舗が支払っている手数,手数料の平均は約、約2.5%まで下がってきております。 この手数料を、参加決済事業者のうち半数強が期間、この事業期間終了後も維持するとしております。まあ、一方で、黒字の中小小売企業の利益、平均利益率が約3%である中で、現行の手数料は依然として高いとの意見があることもまあ承知をしているところでありますが、今後も決済事業者や店舗、消費者の声をよく聞いた上で、キャッシュレスの推進に必要な取り組みを進めてまいりたいと考えております。 中西幹事君、はい、あ,のありがとうございもともと日本の、えー、この手数料というのは、他国に比べてまあ高い3.5、私が調べた限りでは3.5%から5%ぐらいが大半ということであります、他国はもっと低いということでありますので、ぜひ下げるための、えー、促しというのをしていっていただきたいと思います。 で今回のアンケート結果は申し上げており総じて、えー、まあポジティブなんですが一点気になるところがありますえそれは小売店の資金繰りが少し厳しくなっているということでありますえ現金決済でやっぱり現金が入ってきてそれをすぐ仕入れに使えるということになりますけれどもキャッシュレスだとあのクレジットカード会社などから入金を待たなければいけないのでこれまでのサイクルと異なってきているということで、えー、この中堅企業では 3割以上の会社が資金繰りを厳しく資金繰りが厳しくなったということを言っております。ここについて対策支援策あるかどうか教えていただきたいと思います。梶山経済産業大臣あの、委員おっしゃる通り中小企業また小規模事業者の経営の要請というのは資金繰りだと私自身も思っております。えー、中小小規模事業者の方々からキャッシュレス決済による取引は 現金決済と異なり、入金までに時間を要するといった懸念が示されていることは承知をしております。この点、最近は入金が最短翌日のものや、月6回の入金を選択できるものなど、中小・小規模事業者としても導入しやすい決済手段も様々登場しているということで、私も現場の方にいろいろと聞いてきているところであります。まあ、一方でキャッシュレス決済の利用が増加した結果 入金サイクルの長期化によって資金繰りに困難をきたす中小企業もいらっしゃることも認識をしております。そのような場合には、日本政策金融公庫,庫によるセーフティーネット貸付などにより、支援をしてまいりたいと考えております。さらに、令和元年度補正予算において、キャッシュレス決済への対応を行う事業者が、セーフティーネット貸付よりも定理の企業活力強化貸付を活用できるように、制度を拡充をしたところでもあります。 キャッシュレスの導入によるメリットを、事業運営がこんなになることなく享受できるように、引き続き現場の声をよく聞きながら、事業の運営に努めてまいりたいと思いますし、事業者の方々への周知もしっかりと図ってまいりたいと考えております中西健二君、はいあの。この資金繰りについてのこちらの方うの目配せもぜひお願いしたいと思います。えー、続きまして、えー、環境問題を取り上げたいと思います。 あの1月20日に国会が開会しましたけれどもその直前の週末を利用いたしましてあのカリフォルニア州の議員と直接意見交換をするために渡米してまいりましたその際山火事の現場を視察しました人家の間近に真っ黒にすすけた森林があり山火事の危険さを目の当たりにしました え皆さんご存知のとおり今、オーストラリアでまた山火事が大規模な山火事が発生しているということであります。 こうしたことを地球温暖化と結びつけて論じることにはさまざまな意見があります、さまざまな要因が違うのではない、違う要因も挙げられております。また、地球温暖化の原因そのものについても、諸説あるということは認識しております。ただ、環境問題は今、ここにある現実であります。 地球の平均気温が上昇しており、それによって災害の甚大化などが引き起こされていることはもう事実であります。目の前で起きている事実に対して、打てる手を打っていかなければいけないということではないかと思います。で環境問題へのの日本の取り組みはと 言いますと日本企業の多くは環境問題に積極的に取り組んでおります、そして国際的な大きなイニシアチブ、いくつもあるんですけれども、その中でランキングですとか、スコアですとか、大変優秀な成績を上げている企業がたくさんあります。しかしかながらこのの間残念に思っているのは えー、世界で数多ある、えー、環境団体、まあ、日本だけでも1万8000登録されていますから、えー、世界中ということだともその数が2桁違うということなんじゃないかと思いますがそのうちの1つの団体に、えー、化石賞なる賞が、えーまあえー、日本に与えられてそれが、まあ、日本を揶揄するように与えられてそれがまた取り上げられているということを非常に残念に感じております、えー、この化石賞というのは一体何なんでしょうか 小泉環境大臣今中西議員からご質問をいただいた化石症でありますがこんなに化石症のことを好きなの日本ぐらいでしょうね、えー、こんなに報じるのも日本ぐらいだと思います私コップにこの前初めて大臣として出席をして実態というのはよくわかりますがあのコップの会場ってものすごい広い いわゆるパビリオンというかこの幕張メッセのようなそういった中でやりますが廊下で授賞式みたいなのをやるわけですそして日日日本本がががが回取ったとということが日本の報道ででもあありますす毎日受賞式があるんですでその期間中にどの国の誰がどういう発言をしたのかっていうのを NGO の皆さん見てますから中にはですねある日は123位が全部アメリカその目でした。 そして我々日本が2回を取ったという話がありますが、えー、先月の12月の3日、これコップ初日1位オーストラリア、2位ブラジル3位日本これが1回目なんです。で4日がボスニア、スロベニア同率1位で2位がオーストラリア3位がベルギーとでこういった形があるんですけど実態としてはまるで日本のみが化石賞をもらっているというようなそういった受け止め方を ししていいいる方がかかななり多いんじゃないでしょうかで私はこの問題意識を持った時におかしいと思ったのは CO2 ばかりほとんどの国が見てますが実は日本ではフロンと呼われるこれ世界ではフロンというのは通じませんフローロカーボンと言わなければ通じませんがこのフローロカーボンの取り組みは世界で100か国以上が全く目標すら持っていません。今でですね世界中で 1>, 1秒間に10台のエアコンが売られていますこのトレンドは30年以上これから続くというふうに言われている中で日本は法律まで作ってこのフローロカーボンの空調設備とか冷凍冷蔵設備こういったところからの回収と破壊までをしっかりやるということでやっている先進的な国でもありますぜひですねあの化石賞を日本がもらっているというのであれば私は日本のそういう NGO からは 世界の国々で全く対策目標さえない100か国以上の国に、フルオーロカーボン賞ぐらい受賞した方がいいのではないかと、そういう国際的な発信も、決して日本は忘れてはならないと思っております健あそんな賞だとはいえ、まあ、化石賞などをこう、まあ、二度と、えーはまあ、受けないようにするために、まあ、メッセージの出し方、変えるといくと、そんなようなお考えはございますでしょうか。 小泉川環境大臣あのまあ二度と受けないためにということの意味でも、私はえ日本がイコール石炭の国であると、そういうあの国連グティエレス事務総長の石炭中毒という、あれぐらい激しい言葉も含めて、真正面から受け止めるべきは受け止めて。 その上でどのようなアクションを取れるかという思いを率直に COP の場でも申し上げました私が特にこの輸出の4要件というそういったところに問題提起をさせていただいているのも日本は今すぐゼロとはなかなか言えませんそして OECD が一部言っているような化石燃料全部天然ガスすらダメだということはなかなか選択肢としては無理ですそういった中でも決して日本は脱炭素社会に対して後ろ向きなわけではないんだと そういうメッセージを届けるためにはまっすぐなこう前向きなアクションも必要だとこういった発信をしっかり届けていきたいと思います。赤西健一君。はい。あのぜひ、えー、攻めの PR を、えー、攻め攻めなアピールしていっていただきたいと思います。あのもう一つ、えー、取り上げます。あの海洋国家日本の課題として海洋プラスチック問題。 これをぜひ議論させていただきたいと思いますが、世界では年間約800万トンのプラスチックゴミ、プラスチックがゴミとして海に流れ込んでいると推計されており、それが波の力や紫外線の影響などで細かく砕けてマイクロプラスチックとなっております。これらは自然に分解されることはなく、半永久的に溜まり続けるため、海の小さな生物がプラスチックを取り込んで食物連鎖で最終的に人間の体 に蓄積しておりますストローやスプーン、レジ袋などのプラスチックを減らす運動も大変重要だと思いますけれども、現実に漂着しているものを処理することは危機の課題だと思います。現行法、海,海岸漂着物処理推進法によりますと、海岸管理者等は処理のため必要な処置措置を講じなければならないとありまして、周辺国、 他の国から来ているゴミ、内陸部から来ているゴミ、えそうしたゴミ処理も含めて海岸沿いの地方自治体の負担が大変重くなっております。え国は積極的に関与すべきではないでしょうか。小泉環境大臣、今中西議員からご指摘いただいたこの漂着ゴミの自治体の負担ということでありますが、えこれについては来年度の予算案に約三十七億円今計上をしています。 ちなみにこのプラスチックごみは今海のものが大変話題ですが日本の特色ある取り組み先進的な取り組みは海のない海なし県の取り組みも非常に盛り上がっているということであります例えば栃木県海はありませんそして長野県もそうですしかしあの約7割の海に流れるプラスチックごみはやはり上流から流れてくると陸域から来るっていうこともありまして そういう海なし県にも広がりがあるというのは日本の素晴らしいところだと思いますちなみに我々あの中西先生と私の地元の神奈川県もこのプラゴミゼロということで取り組んでおりますでこういう国内の動きに加えましてやはり国際的な地球規模の課題ですから地球規模で取り組まなければいけません G20 の大阪ブルーオーシャンビジョンこれはあの時は G20 という20カ国地域でありますが 今では59カ国が賛同の表明をしているところまでいきましたで私は11月に中国の生態環境部長カウンターパートとも日中韓の環境大臣会合でお話をしましたが中国は世界最大の CO2 排出国でもあり世界最大の海洋プラスチックごみの排出国であると言われていますそういった中で中国との前向きな取り組みの強化 こういったことも同じ思いを共有できたところでありますので、これをさらに中国を前向きな関与をさせ続けるということも、日本としては非常に大事なことではないかと考えております。 中健君、はい、あのぜひ、えー、お願いします。そして、あの回収した、えー、せっかく回収したプラスチックごみの、えー、大半がまた、えー、燃やされているということであります、これはのリサイクルチェーンがつな、えー、がっていないからでありますけれども、これもぜひつながるような努力もしていっていただきたいと思います。えー、もう一つつ雇用にいいいいてお伺いしたととと思います、えー、私は経済政策のの最大の目的は何かと、えー、問われると 働きたいい人に活躍の場を提供すすることだとだつも答えておりますその点において、アベノミクスは大きな成果を収めており、働きたいと思ったら働けるという状況を作ったことは、高く評価されるべきであると考えております。 でこういう状況の中でえ、さらに進めていきたいのは、雇用の流動化を高めること、流動性を高めること、えこれをしていきたいと思います。え最近、あの中高年の転職が増えているというような報道もえされておりますけれども、あのまだまだ制度的にこ,この流動性が高まるのを阻んでいるものがあります。 えー、退職金と年金の問題を取り上げたいと思います。まずあの税制の方をお伺いいたします。あの一般に採用されている退職金制度は、勤続年数が三え二十年を超えたあたりから急激に金額が上がる、えー、設計になっております。これはあの民間企業が作る退職金制度ですから、これはこれで問題とするわけではありませんが、問題なのはそれを税制が後押ししているということであります。例えば勤続三十年。 同じ会社に勤続30年であれば1500万円までは所得税も住民税もゼロであります。あの企業の思惑通りになっていると言ってしまえばそれまででですけれども、こう転職を思いとどま思いとどまされる、えー、大きな原因になっていると思います。えー、この税制は、えー、今の時代にあった税制に変えていくべきではないでしょうか。財務大臣麻生財務大臣。中西先生ご指摘の通り。 あの退職金課税の話なんですけれどもこれは年金とかいわゆるなんだ給ですかね給で受け取る場合と税制上の扱いが異なっとるという話なんですけれどもこの給付のあり方に対していわゆる中立ではないではないかというこ理論上そういうことになる,なるんですが。 いわゆる勤,、えー、勤務期間勤続期間が20年以上になりますとその交流額とか退職金額とかいうのが上がるまあずっと人手のない頃ずっと余ったあの時代に出来上がった制度システムがそのままその形に残ってるという部分の大きなものだと思いますがこれがあの今転職が増えたり途中入社が増えたりしている時代には正しく。うん 対応していいいる制度ではないのでははななのか税制としてということなんだと思いますのであのこういったものを手のこのバランスっていうのはちょうど考えなきゃいかんということで企業の給食対応の対象給付のいわゆるあり方ですかね在り方などについてちょっとその影響を踏まえてちょっとこれちょっと検討させていただきます。 中西健二君、はい、あの、ぜひ、えー、時代に合った形で、えー、検討していただきたいと思います。あの、えー、厚労大臣にお伺いしたいと思います。 退職金制度というのは、まあ、日本企業では約8割が持っております。これ、雇用の習慣の違い、慣習の違いもあって、あの外国の企業では一般的であるというふうに言いませんけれども、日本の企業においては、日本の会社員にとっては、この退職金制度というのは、極めて大切な制度となっております。しかし、会社が倒産して、未払い賃金さえ払えない状態となった場合は、退職金が支い。 られることはありませんただ、あまり知られていませんけれども、勤務先が倒産したときに、未払いとなった賃金あのおよび退職金を国が立て替え払いする制度があります、しかも、かつては最大で150万円,だ150万円くらいだったものが、現在45歳以上では、296万円にまで拡充をされております。 申請すればもらえたはずなのに、知らなかったがためにもらえなかったという人が出てこないようにするために、この退職金保護制度の認知度を高めるべきではないでしょうか加藤厚生労働大臣。今、中西委ご説明の企業倒産によって、退職金を含めて賃金が未払いのままであった方の退職後の 労働者の生活の安定を図るために、未払い賃金建て替え払い制度というのがございまして、これ、は労働保険で保険料をベースにやっているところであります。で、あの確かにこのところに問題なの、私ども認識しているのが、この建て替え払いを実施する場合に、法律上の倒産の場合には、裁判所で証明書の交付、 あるいは犯罪人等がそこに絡んでくるんですけれどもとそこのところで,です、ね、必ずしも十分に周知がいかないために証明書の交付がなされないあるいはそれが進められないその結果としてこの制度が使われない、まあ、こういう指摘を受けております、まあ、そういった意味でやはり特にそうした破産犯罪人あるいは裁判所の皆さん方にしっかりと制度を熟知していただくためにも この制度しっかりと周知を図っていくということが必要だと思っております。まあ、そういった意味で、この制度の運用をしております、独立行政法人、労働者健康安全機構と連携をして、全国の弁護士の方、裁判官の方を対象としたまあ研修会を設開催して、制度の概要、手続きについて説明するとともに、こうした賃金が支払われい労働者の救済のためにも、制度の利用を積極的に呼びかけていただきたいと思っておりますし。またたた労働者の方々ににも知っていただくために ハローワークとか、あるいは労働基準監督署にリーフレット等を設置し、あるいは本件に関する相談対応を行って、この制度をしっかり周知し、まあ、そうした場合においてです、ね、こうした制度が活用していただけるように努めていきたいと思っています中西健二君。 あのいい制度があるのに使われないというのは大変もったいない話でありますから、えぜひこれはえ集中をしていっていただきたいと思います。えもう一つ今度え年金についてお伺いいたします。いわゆるあの企業年金のポータビリティ問題と。 いうものであります。あのご承知のとおり企業年金は、えー、確定給付年金と確定拠出年金というのがあって、で今確定給付から確定拠出に動いていく、えー、流れとなっています。で、えー、確定拠出年金を採用している企業は、えー、大手企業とも50%を超えたところになっております。これだけ増えてくるとまた問題が生じておりまして、元々の企業では確定給付でした。転職しようとしたらそこは。 確定拠出だったので持ち運べませんとえこういうえ問題が起きておりますえそしてこの中小企業まで見ていく全企業ベースで見ますとこの確定拠出の採用割合というのはま1割程度にとどまっておりますのでぜひこの、えー 制度に入っている企業からなかなか転職しにくいという問題をなくしていくためにも、えー、広めていかなきゃいけないんだろうというふうに思いますが、この中小企業も含めてど、えー、どのように働きかけていくのか、えー、お伺いればと思います加藤厚生労働大臣今、お話がありました、確定拠出年金制度、DC と呼ばれてますけれども、えー、雇用の流動化にも対応できる、要するに運べるという、そういったメリットがあります。 でその DC の実施率でありますけれども、ご指摘のとおり、1000人以上の企業では50%を上回ってきていますが、300人未満の企業の実施率は低く、まあ、全体でも10%程度にとどまっているというのが今の実態でありまして、いかにこの制度の普及拡大を図るかが課題であるというふうに認識をしております。まあ、そういったことも踏まえて、この通常国会に、まあ、提出を今、予定をしている段階ではありますけれども、年金制度の改正案では、 高齢期の就労の拡大を踏まえて、この DC の加入,加入可能の年齢を現在は65歳未満、これ70歳未満に引き上げるということ、あるいは中小企業向けの対象拡大ということで、制度実施可能な従業員規模を今、100人未満でありますが、300人未満まで拡大をする、そうした意味で中小企業を含む多くの企業が利用できしやすいような制度面、手続き面の見直しを盛り込むことにしております。 まあ加えてそうしたことに加えて、制度の普及に向けた広報が重要でありますので、商工会議所、あるいは中小企業団体などと連携した説明会、セミナーの開催、あるいはパンフレットの作成、配布、こういったことにも取り組む中で,で、こうした DCA の理解、そしてその普及、利用の普及を図っていきたいと思っています。 中西健二君、はい、あのいろんなアンケート、調査結果を見ていますと、あの本当はこの企業にいたくないんだけれども、とどまらざるを得ないという方が大変多いようでありますで、それがために、日本人の会社に対する忠誠心というのがだいぶ落ちてきているということでありますので、ぜひともあのこうした転職を阻む壁、これを取り払っていただきたいとお願いいたします。質問を終わらせていいたただきまますありがとうございました 以上で中西健二君の質疑は終了いたしました。これいいのこのまね。これいいのこ,こは。 次に石橋道博君の質疑を行います。